はい始まりました「イナジョブの試しに録音してみた」略してためろくこのポッドキャストは30代後半ものづくりが好きで子育て中のエンジニアであるイナジョブの何でもない雑談をお届けするポッドキャストとなっていますお言い忘れましたけど今回はトーク52となっておりますそれでは今日も始めていきたいと思いますさてまあ近況という風なの健康のコーナーですね睡眠リズムがおかしく でですね、夕方にすごい眠くなって、花粉症みたいに鼻水がダバダバーって出る、みたいなことが結構ありますと。で、横になると、えー、鼻水は収まるので横になったりして、なんならそこで寝ちゃったりすることもあるんですけれども、ね、娘は最近早く寝るんでね、一緒に寝たりするんだけど、 で、すごいよく寝る日があったと思うと、その次の日はもう全然寝れないみたいな感じになってて、夜寝ても、うん、睡眠が浅くて起きて、うん、みたいな感じでリズムがおかしくなっておりまして、まあ、例年ね、この季節は季節の変わり目、春から夏に変わるところで、 で、台風とかもね、最近近づいてきていて、気圧も安定しないし、というところで、私の自律神経みたいなものがおかしくなっているんだろうな、というのを感じています。まあ、あの、寝れ、眠いと感じた時には寝るようにして、えー、まあ、起きていられる時には、ま、ほどほどに起きて、っていうような感じで、なんとかやり過ごしていこうと、えー、思っておりますが、で、風の症状とかは今のところないので、まあ、よくある季節の変わり目の過ごし方にはなっていますが、いや、こういう時に、なんというか、 健康でいられると、はあ、もう少し色々、いろいろ、読みやすい、何かをやるにしてもね、あの、予定が立てやすくていいのにな、なんて思ったりするんですが、なかなかね、えー、うまくいかないなと思っています。まあ、そんな、えー、健康の話でした。さてさて、日記からのネタのコーナーにしようと思いつつ、今回は日記からのネタではなくてですね、まあ、ちょっと電子工作系のお話を少ししようかなと思っています。 おそ、まあ、らくオタク特有の早口会になるのではないかと、はい、思っておりますけれども、えっ、ー、と、というのもですね、最近、うーんと、まあ、その睡眠が不安定というところもあって、夜にまとまった時間での作業っていうのがなかなか難しくなっているというのと、ちょうどなぜか今ね、ソフトウェア周りの開発がしたいという気持ちになっていて、 うんと前々から話してる自分の作ってるウィキの、えっと、ま、改造というか、うーと、機能追加だったり、えっと、うん、エディター部分の再実装みたいなところをしてるんですけども、まあこれ、再実装ということもあって、何も話すことないんですよね。特に見、見えるところにもないし、私しか使わないツールなので、なので、あの、まあ、黙々している時間はありつつ、まあその時間もあんま絶対量として少ないし、出来上がっているものもあまり成果が上がっているものではないというか、見せびらかすようなものでもないので、え、毎回このお話の えー、このね、ポッドキャストの話として、黙々のネタとか育児のネタみたいなところを話そうかなと思ってるんですけれども、黙々のネタがちょっと不足しているなと思っておりまして、まあ、ちょっと今回は、今週やったことではなくて、えー、とまあ、電子工作周りのちょっとした、まあうんちくというか、はと話をしようかななんて思っていますと。 えっとでですね、どんな話かっていうと、うんとまあ、電子工作初心者向けに、えー、と何をするといいのかみたいなところの話を、えーとまあ、自分の視点でやろうかなと思っていて、特にプログラミングの経験がある方向けに、えーと 何がいいか。で、えっ、ー、と、まあ、二つあって、えっ、ー、と、まあ、今回は一つ紹介しよう。二つ一つは、えっ、ー、と、モバイル電子ゲーム機を作るのがおすすめ。もう一つが電子楽器を作るのがおすすめっていうので、えっ、ー、と、まあ、単純に私がこの二種類の工作をするのがすごい好きなので、えっ、ー、と、それのどこがいいのかとか、今までどんな、えっ、ー、と、奇跡というか、どんな順番で、 取り組んできたのかみたいなところを、えっ、ー、と、話してみようかななんて思っています。あの、電子工作入門って、まあ本当の入門の入門は、えー、電子回路の基本、オームの法則とか、えっ、ー、と、まあ LED っていう部品、スイッチとか、まあそういう細かい素子の、えっ、ー、と、な、何するものかとか気をつけるべきことは何かみたいなのをやって、まあボタンを押すと光るみたいなところが、まあ最初にやる、まあハローワールドみたいなものだと思うんですけれども、その後ですね、その後どうするかってところで、えっ、ー、と、 プログラミング経験のある人であれば、えっ、ー、と、実はこの先かなり高速道路を走れるっていう、えっ、ー、と、やり方があるなと思っていて、特に、えっ、ー、と、モバイル電子ゲーム機だったり、えっ、ー、と、電子楽器みたいなものを作るっていう道にこの後進むのはかなり、えっ、ー、と、高速道路が有効に使える。プログラミングの力のみで、えっ、ー、と、いろいろな工夫だったり、面白いものが作れるなと自分で思っていますと。 まあそんな感じで、えっ、ー、と、ちょっと今回は、えっ、ー、と、モバイル電子ゲーム機を自分で作るっていうのがおすすめだよというところの話になりますと。まあ歴史を遡るとですね、私、2009年ぐらいに、 大学を卒業大学院を卒業する、うんと、歳かな ?2010 年に就職したんで。あで、その時に大学の先輩に、えっ、ー、と、秋葉原に連れて行ってもらって、うん、とアルディーノの入門を、えー、と合宿形式で教えてもらいまして、あのぜ部品を全部買ってきて、えー、とアルディーノっていうあの開発ボードがありますけれども、それを構成する部品を、えっ、ー、と、秋葉原の秋月電子とかから買ってきて、えー、とブレッドボードの上に、 アルディノを作るっていう説明を読みながら、え、作って、なんでこの部品がここにあるのか、みたいなことを、その先輩に教えていただきながら、え、アルディノの入門をしまして、まあ、そこから、え、電子工作が始まりました。それまでは電子工作じゃなくて、えっ、ー、と、パソコン上で動くウェブサービスを作ったりとか、うんと、ま、w e サービスじゃなくてもアプリケーションを作ったりとか、えっ、ー、と、その後、2009年、まあ、この電子工作と並行して、えっ、ー、と、Android 端末、スマートフォンね、もう出てきたんで、そういうの Java で Android 端末用のゲームを作ったりとかもして、 たりしましたけども、まあ、そんな中で、そうだから、持ち運べるプログラミングの、なんだろうな、持ち運べるガジェットっていう意味では、電子工作とか、アンドロイドっていうのは自分の中では同じような位置にいるなと思っています。で、まあ2009年に勉強を始め、うんとまあ、その後就,就職したりしましたが、2013年には、えっ、ー、と、オリジナルのゲーム機の一つ目を作っていますね。これは、えっ、ー、とね、メーカーフェア2013に、えー、と出展もしています。だあの、会社に就職して、えっ、ー、と、まあ、 数2年ぐらい経ってるのかな経った？経っていて、会社の電子工作仲間とかともえっ、ー、繋がりができて、でその皆さんとかと一緒に、えー、メーカーフェアに出店したんだったかな。確かね。で、あの秋葉原にかつて今は別の場所になっちゃったんだっけど相天堂っていうあのすごく安くで小型の液晶を販売しているお店がありまして、2013年には秋葉原にありましたね。末広町かな？今なんか一旦店舗は畳んで通販だけになってるんだったかな。で、今年のいつだったかに。またえっ、ー、とね。どこだったかな？全然秋葉原ではないところで。えー と、グイスターになったかな店舗をもう一回開くっていう風に予告されてた気がしますけども、アイテンドっていう、えー、っと、ちょっと怪しげな、えー、っと、ノートパソコンの,あの画面とかを再利用するようなキットを最初売ってたんですけど、だんだんその昔の携帯電話みたいな1.3インチぐらいの小型の液晶なんかを販売するようになっているお店が、こう2013年頃に、あの、 まあ、出てきていて、えっ、ー、と、当時だと850円で、えっ、ー、と、小型の1.4インチぐらいかな、のフルカラーの、えっ、ー、とね、128×128 12ピクセルのカラーの液晶を、えっ、ー、と、売っていて、それを買って、えっ、ー、と、まあ、ゲーム機、まあ、画面とボタンとスピーカーがついてればゲーム機でしょうっていうところで、えー、作ったのが2013年ですね。今だ、今見たらね、同じ液晶が半額467円で売っていたので、今更、作りしているかわかりませんけども、あの、 今でも作れるので、ぜひ、えー、調べてみてください。で、えー、2014年、その次の年には、えっ、ー、と、キャラクター、えっ、ー、と、液晶、キャラクター OLED っていう、うんと、グラフィックじゃなくて、えっ、ー、と、アルファベットとかを表示するような、ん、機能を持った、うん、液晶を使って、まあ、ゲーム機みたいなものを作ったりしていました。この時は、3D プリンターとかを持っていなかったので、ナノブロックを買ってきて、それで、あの、ケースを作、ケースのなんか外観を設計したりとかしていましたね。えー、このキャラクターディスプレイは、ストロベリ,リナックスっていう、えっ、ー、と、通販サイトで。 電子工作向けの通販のサイトで買いまして、結構、なんていうかな、OLED って呼ばれてる、あの、うんと、液晶、TFT の液晶よりは、えー、少しなんだろうな、黒がしっかり出ていて、えー、まあ有機 EL ですよね。あの、有機 EL って言うと、そのテレビとかの有機 EL 思い、テレビとかスマートフォンとかの思い出されるかもしれませんが、まああの、電子工作で使ってるものはもっともっと解像度が荒くて、色も単色のものなんですけれども、えっ、ー、と、まあ TFT の液晶に比べると色が特徴的なので、結構面白いなと思って買って、えー、せっかく買ったんで、 で、まあゲーム機ってほどじゃないんだけど、あまあ画面が出て、えっ、ー、と、十字キーで動かせて、音も鳴るみたいなものを、えー、2014年にも作りましたと。で、2015年になると、えっ、ー、と、基盤の発注の練習を始めまして、ちょうどこの頃はね、スイッチサイエンス PCB っていうのが始まっていて、後ろはフュージョン PCB だったと思うんだけど、えっ、ー、と、日本語で基盤の発注ができるよっていうところで、ちょっと前々からやりたかったんだけど、ちょっと中国語や英語かってなって、二の足を踏んでいたところで、スイッチサイエンス PCB っていうのができたので、えっ、ー、と、それで、 試してみたっていううのをやりまししたススイッチサ PCB 自体はもうサービス1回停止にだ、えっ、ー、と、JLCPCB とか、スイッチサインス PCB の後ろにいたフュージョン PCB とかも最近は日本、日本語なのかな、まあ、英語とかでやり取りしながら基盤の発注今でもできるので、えっ、ー、と、興味ある人はぜひやってみてほしいんですけど、まあ、で、この時最初作った基板は、あの、完全に失敗基盤でうまく動かなくてキーホルダーっていうか <laughs>、その置物となってしまいましたけども、まあ、えー、ここで基盤を、えっ、ー、と、ユニバーサル基盤じゃなくて、えっ、ー、と、プリント基板を作るっていう 技術を学びまして、それから2016年に、えー、もうちょっとまともなゲーム機としてゲーム V のっていうのをえっ、ー、と作っていました。これはあのオープンソースになっている、えー、まあ自作のゲーム機を私も真似して作ってみたっていう感じですね。私が作ったのは2016年なんですけど、ゲーム V の自体はえっ、ー、とねこの頃クラウドファンディングも流行っていて、2014年のインディゴゴー、GO、のクラウドファンディングでキャンペーンをしていて、えっ、ー、とそれが無事多分販売されて世の中に出回っている頃ですね。で私も作ってみようと思って部品 を揃えてそれこそさっきのアイテンドとかで、えー、と液晶頃は、えっ、ー、と、ESP8266 っていう、えっ、ー、と、Wi-Fi が使えるような安価な、んっと、IC っていうのかな、あが出てきていて、えっ、ー、と、そういうものも触れつつ、だから Wi-Fi、インターネットにつながる、えっ、ー、と、ゲーム機みたいなのも作れるな、なんてのがに気づき始めたのが2016年ですね。それから、ゲームボ V のとよく似た、アルディボーイっていう、えっ、ー、と、オープンソースのんーゲーム機も出てきていて、これも、えっ、ー、と、構成が、 ゲーム V のと非常によく似ていたので、私はその時作った自作のゲーム機はゲーム V のとアルドボーイの両方に対応しているっていうのを作って、まあちょっと、プログラミ、プログラマーの修正しないといけないんだけど、ほぼほぼ、えっ、ー、と、元々のソースに変更せずに、えっ、ー、と、両方のゲームが動かせるっていうゲーム機を作っていまして、えっと、このアルドボーイも、えっ、ー、と、2014年に試作品が発表されて、キックスターターで2015年に、うんと、なんだ、プロジェクトが始まって、えっ、ー、と、それもね、この2016年ぐらいに、えっ、ー、と、販売っていうか、その、 出来上がったものがいろんな人に届いて、ツイッターとかで多分ね、あの、人気になっていて、そう、そういうのもあって、えー、ゲーム V のアルディボーイみたいなのを自分も作りたいってなって、で、ここまでの知識で材料揃うじゃんってなって、えー、それで作り始めたっていう感じになっています。で、この年期、メーカーフェア東京の2016に、確か出店したんだったか遊びに行ったんだったか忘れましたけど、で、あの、日本のメーカーフェア、東京ですね、東京に、えっ、ー、と、アルディボーイの作者のケビンさんが、えっ、ー、と、出店されていて、えっ、ー、と、私もその時五換機を作ったし、 あと、アルデボイの用のゲームを作って、あの、本家のフォーラムにも投稿したりしていたんで、あの、ご本人に会いに行って、いや、五感機を作ってるんだよ、みたいな挨拶をして、1台買ったっていう記憶がありますね。まあ、そんな感じで、あの、ゲーム機でつながる人脈というか、人脈ってことじゃないけどね、あの人にも会うことができて、そこからね、海外のそういうオープンソースで物を作ってる人とつながりが持ってて、コミュニティにも入れてもらって、みたいな話が出てきたのが2016年ですね。で、2017年になると私は 3D プリンターを買いました。 です、ね、えー、こうなるとですね、ゲーム機用のその筐体を自分で作ることができるんですよね。2016年の段階では私は 3D プリンター持ってなかったんで、あの木の板とかを、100均で買ってきた木の板をノコギリで切って、それにネジであの基板をあのー、止めるとか、あそんな風にやってたのとか、100均のタッパーに穴をくり抜けてそれで作るとかしてたんですけど、3D プリンターを買うことでぴったりのケースなんかが作れるようになりました。えー、それからあのー、2016年の時に話した、えっ、ー、と、USB8266 のマイコンを使って、

ゲーム機だよって,言って見せるとあのまあ、何か分かりやすいじゃないですかまあみんなゲームボーイとかあの PSP とか知ってるわけだからああれのなんか自分で作れるんだねすごいあの性能低いやつだけどみたいな風に見てくれるのであの分かりやすくてうんとあと自分でもねゲーム遊べたりとかあとそのゲーム V ーのアルドボーイはコミュニティが結構しっかりしていてあのノラゲームというかあのライセンス的にも問題なくえー、っと自由に遊べるゲームが結構たくさん、ね、あるのであのゲーム機作って終わりじゃなくて作った あと、人の作ったゲームで遊ぶっていうところまでできて、結構、えー、面白いなぁなんて、えー、と、思いながら、えー、ここ、その2016年、17年と、えー、まあ、人の作ったオープンソースのゲーム機を真似して作るみたいなのをやっていました。 え、それから2018年になると、えっとね、この時、あの、全然別件なんだけど、Tindy っていう、あの、なんだ、フリマサイト、電子工作用フリマサイトで、電子楽器の T コードストラムっていうのを買ったんですよね。これはね、なんかわかん、どこかの国か知りませんけど、海外の人が、えっと、キットとして、えっと、この、電子楽器を売っていて、そんなに高くなかったんで、えっと、面白そうだったので買いました。で、そこで初めてその、キットとして物を売る、電子工作のものを売るっていうことが、アマチュアでもできるんだな、っていうことを、あの、感じて、で実際に 作ってね。で、あの、3D プリンターでケースを作って、こんなケース作ったよって作者の人と連絡をしたり、えー、とかしててあ、そういうのできるんだなっていうのが分かってきて、うん、と分かってきたのがまあ2018年かな。で、その頃は ESP8266、えーね、の次は ESP32 っていう、まあ、こちらこれまた Wi-Fi が喋、えー、れるマイコンモジュールなんだけどが出てきていて、えー、それを使って、あの、オーバコっていう名前の、うん、なんだろうな、ゲーム、えー、プラットフォームを作ってやろうと思って、あのちょっと作ってみました。<laughs> Wi-Fi が使 するんでインターネットを使ってゲーム配信をできるような仕組みを作ってみてみたいなと思いましてそういうのを作ってみましたゲームもあの ESP32 にはすごくパワフルなマイコンモジュールなのでルアーっていうスクリプト言語で書いたものが GitHub に上げておくとえっ、ー、と勝手にそのオーがアクセスしに行ってそこからルアーのソースコードを落としてきてで ESP32 の32の中にえっ、ー、とルアーのインタープリターが動くようになっていてそれでゲームが動くみたいなえっ、ー、と最近だとピコエイトっていうあのファンタジーコンソールがありますけれどもそそれを真似して えっと、実、実機次。あの、ESP32 の実機でも動くし、ブラウザ上でも動くし、みたいな感じの、えー、ゲーム環境を作ろうと思って、特にもう最近は何の活動もしてませんけど、あの、大箱っていう、えっ、ー、と、ゲーム、えー、開発環境を、えー、作ったりしていたのも2018年生でこれオープンソースにして公開していて、特にメンテナンスとかしてなかったんですけど、最近、この大箱に興味を持ってくださっている方がいて、あの、独自に、あの、拡張したりとかして遊んでいらっしゃるのが、えっ、ー、と、拝見していて いや、なんか、オープンソースで公開しておくとこういう風に遊んでくれたり、その知見が人の役に立つことがあるんだな、なんて、えー、思ったりして、公開しておくと良いことがあるな、なんて思ったりしていますけど、まあ、そんな活動していたのが2018年。そ、その流れで、まあ、ゲームキッズ流れで言うと、あの、ラズベリーパイロとか、えっ、ー、と、まあ、小型の、これはリナックスの動くマイコンボードとかもこの頃買っていて、あの、まあ、小型といっても、その、アルディ、えっと、あでとかよりは大きいんですけど、このラズベリーパイロと、 モバイルバッテリーをうまいことをちっちめの箱に入れることで持ち運べるリナックスマシンできるやんってなって、ちょうど 3D プリンターもあったんであのピッタシピッタシのあのケースを作ってえと持ち運べるえっとリナックス端末っていうのを作ってえっとそれで何動かそうかなって思った時にローグライク RPG あのテキストベースで動くローグライク RPG であるえっと日本語向けのえっとバリアントのヘングバンドっていうのがあるんですけどえこれを動かそうと思ってあのヘングバンド専用機っていうのをえっと2018年です、ね。 えー、作、作りましたと。えっ、ー、と、あとね、あの、ラズベリーパイ0版も作ったんですけど、えっ、ー、と、調子によって、あの、アンドロイドスマートフォンと、ブルートゥースキーボードを、3D プリンターで作った筐体にガチャンとくっつけて、あの、まあ、一見、なんだ、ゲーム端末みたいに見えるようなにして、で、アンドロイドの上で Linux を動かして、そこで、ヘングバンドを動かすみたいなのをして、えっ、ー、と、アンドロイド版と、2つ作りまして、まあ、これは Linux とか Android が、えー、動いているので、特にその、なんていうのかな、ケースを作った以上の のことはないんだけどあのまあでもゲーム機の流れでいうとそういうのを作ったりもしましたね。そう。お風呂のスマートフォンとかと、あの、Bluetooth のちっちゃいキーボードとかを組み合わせるとは、こうやってなんかモバイル端末を自分で設計することもできるななんて気づいたのが2018年ですね。で、まあそこのちょっとあの、ハイレイヤー、リナックスの動くマシーンみたいなところをやっていた18年、2018年ですが、2019年には、えっ、ー、と、今度は8バーっていう、えっ、ー、と、自作のゲーム機を、えっ、ー、と、いよいよ作り始めましたと。えー、今まではね、オープンソースのものとかを真似して作ったりとか、 してるこことが多かったんですけどこの8バーっていうのは自分でゼロから設計をしていて、まあ画面がすごく小さい。8×8 の、えっと、ドットマトリックスディスプレイが2枚。だから 8×16 のすごい細か、えっと、いドット絵でしかも1色しかないので、まあできてテトリスぐらいしか動かないんだけど、えっとまあ、そういうものを、えっと、基板も自分で発注して、えっと、設計し始めたのが2019年8バーという名前ですね。で、えっと、2020年にはそれのキットを、えっと、作り上げることができて、キットの販売というのにも こぎつけました、まあ、言うてもブースか。ブース、ピクシブのやってるブースっていう、えっ、ー、と、サイトで、えーと、何個か売ったりとかして、えー、で、えっ、ー、と、調子に乗って、キットじゃなくて PCBA って言ったのもうあの、中国の工場で、えっ、ー、と、部品をハンダ付けするところまでやってもらうサービスなんかも利用してみて、えっ、ー、と、そしたらもうね、中国から届いたものを、まあ、ケースは別途用意しないといけないので、ケースと合わせて、組み付けて、えー、即販売っていうのができるっていうようなことを2020年にやってみました。この時確かね、 どこだったかな ?PCBA が、えっとね、これ結構、まあ、言うてちょっとお金かかるんですよ。特にそのイニシャルのコストがかかるっていうので、その、100個作るのでも、10個作るのでも、最初の初期費用、基本料みたいなやつがドンって最初に10万とかかかるみたいな、え、ものだったんですよ。かつては。で、最近はその初期費用もかなり安くなってきていたんですけど、この2020年に、どこだったかなフュージョンだったかなの、え、サービスが、えっと、その、初期費用を無料にしますと。で、まあ、5枚から試してみませんかみたいなキャンペーンをやっていて、まあ、ちょうどそれに乗っかって作ったのが、この8番の えっと、PCBA 版ですね。で、まあ、この辺まで来ると、私はゲーム機を、まあ、その、ゼロから設計して、基板を起こして、部品を選定して、えっ、ー、と、部品込みで中国に発注して、組み立て済みの基板というか、回路として、中国から、えっ、ー、と、えー、受け取ることができますと。で、それとは別に 3D プリンターだったり、もしくはレーザーカッターのデータを発注して、えー、ゲーム機の筐体、本体を作ることもできて、それをじゃあ手元でガッチャンとくっつければ、あ ゲーム機として人に配れるようなものができるよっていう能力を得ることができ、実際にえっと販売するというところもできましたというのが、まあ私の自作ゲーム機の歴史というような感じなんですよね。で、2020年ぐらいからはえっとまたちょっと子供が生まれたりとかして全然そういう活動が販売とかねいうところはできてないんですけども、えっと2022年にはこれまたオープンソースの ESP ボーイっていうえっとゲーム機があってこれは ESP8266 をえっとベースとコアとしたえっとゲーム機で。 で、私が昔やってたオーバーコー似たような感じで、インターネット越しにバイナリーを配ってゲームをダウンロードするからアプリストアがあるんですよね。アップストアがあるゲーム機になっていて、ただ、あのー、 スマートフォンとかと比べると明らかに安いし、しかもなんなら自作もできる。ブレッドボード上に作ったりするレシピなんかも用意してあって、多分2000円とかしないぐらいの値、ね、段で自分で部品かき集めれば作れるようなもので、それの、えっ、ー、と、基板を自分で作ったりとかして、オレオレ ESP ボーイなんかを作ったりとか、あとね、今、えっ、ー、と、ダイソーに行くと300円ぐらいで、あの、テトリスゲーム機が売ってるんですよね。まあ、面白いなと思って買ってみたんですけど、えっ、ー、と、そのテトリスの、えっ、ー、と、筐体だけ を使って中の基板はまるっと入れ替えて液晶も再利用します。液晶とボタンとケースと電池ボックスぐらいを再利用して中の基板は全く新しい別のものに差し替えることでえっ、ー、と300円テトリス乗っ取りっていう <laughs> 乗っ取ってあの自分の独自のえっ、ー、とプログラムを走らせるみたいなえっ、ー、と遊びをしたりしてたもん2022年ですね。まあ、そんな感じでえっ、ー、とね2009、えー、年から、えー、2022年 まあ、23、24となんかあったかなと、パッと思い出さないんだけど、みたいな感じで、まあ、ちょっと年、ね、年としては飛び飛びではありますが、私は結構、でん、あの、電子工作入門の、あ時からずっとこう、自作のモバイルう電子ゲーム機っていうのを作ってきて、えー、っと、で、まあ、作る中で、いろいろなスキルだったり経験をあ積むことができていて、いや、この道はね、再現性があるので、あの、もし自分でモバイルゲーム機を作ってみたいっていう人は、あの、何か参考になるんじゃないかな、 と思ってえっ、ー、と、話してみたっていうのと、まあちょっと自分でもね、どういう道のりで来たんだっけっていうところを整理したいなと思っていたので、あの記事を整理、えー、しがてら、えっ、ー、と、ポッドキャストでも話してみようかななんて思えて、えっ、ー、と、話しましたと。 で、自作モバイルゲーム機って、その電子工作入門にという側面で見た時に何がいいのかっていう話なんですけど、えー、っと、まあ、その様々な電子工作のネタがある中で、モバイル電子ゲーム機っていうのはほぼデジタル回路で完結するものなんですよ。まあ、あのもちろんいろんな機能をつけていくとアナログな機能とか、電気をすごいたくさん食う機能とかもあると思うんだけど、まあ、一般的なゲームボーイみたいなものを想像してもらうとほぼデジタル回路で、よくある機能はモジュール化されていたり するので、あの本当にえっ、ー、とあるものを寄せ集めてプラモデルみたいに組み立てればえっ、ー、とかなり理想的に振る舞うので、そういう意味でおすすめですね。電圧とか電流について、えー、気にすることはほとんどな,ないかなと。部品をちゃんと揃えれば、まあ、3.3v とか 5v のどちらかに揃えて、えっ、ー、と設計すればえっ、ー、とおかしなことにはなりません、えー、一方ロボットとかメカとかになってくると、この辺りややこしくなってくるんですよね。強い、えー、電流電圧を扱わないといけなかったり。あとそれから物理的な話だったり、メカの設計とかってなってくると。機械 工学とかそういうういい知知識がが必要ににになっってててくるるのの対してモバイル電子ゲーム機っていうのは非常に、うん、知るべき内容が少ない、えー、で、で、あるとすれば、ソフトウェアについての知識っていうのはすごくたくさんないと、ゲーム本体を作ることができませんから、えーと、そういうところは必要になるんだけど、でもこれはね、あの、ここの話は、プログラミング経験のある人向けというところで、今回話したので、そのまさにプログラミング経験の知識は高速道路として利用できるので、えー、ゲーム機に最低限必要な画面、ボタン、えっ、ー、と、スピーカーな、 みたいなところは電子工作で作ってそこから先はさ、俺の知ってるソフトウェアの話だわって言ってわーっと作れてしまうっていう良さがあります。 え、それから、あの、作ったもので自分で遊べるっていう体験も嬉しいですね。うん、まあ、あの、ロボットやメカなんかも、まあ、自分で作る便利なものもあるとは思うんですけれども、ゲーム機って結構、えー、普通に生活の中でゲームをするってことあると思うんだけど、まあ、その体験として自分の作ったもので遊べるっていうのは結構、えー、ありだなと思っていますね。えー、それから、まあ、世代的なものもあるのかな私たちの年代の人たちって、そのゲームボーイ世代というか、あのね、ちっちゃい頃、ゲーム機、ゲームボーイだったり、ゲームギアはちょっと古いか、ゲームギアは。 ワンダースワン、えー、それから PSP なのか、ニンテンド DS とかー、いろんなゲ、携帯ゲーム機が、えー、ある中で育ってきて、その中では欲しいけど買ってもらえなかったゲーム機みたいな思い出が結構私もあるんですけど、あそういうなんかその、なんだろうね、今こそリベンジじゃないけど、買ってもらえなかったあれをいっそ自分で作ってみるかみたいな、そのなんかまあ興味関心の向きとして、携帯ゲーム機ってものにすごく憧れというか、を感じたり、 するような世代なのかなと思ったりもしていて、そういう、うん、なんか、うん この世代特有の興味の、え、向きみたいなのもあるのかなと思っています。それから、ま、部品が結構、現在安くなっているというのもおすすめのポイントかな。液晶も、ま、ちっちゃいものであれば1000円しませんし、マイコンモジュールも、ま、開発ボードであっても1000円とか2000円以内だし、あの、部品をバラバラ買ってきて自分で組み立てるんだったら500円しないぐらいの部品で CPU の部分は完成するので、まあ、そういう意味でも、お財布にも優しい、え、工作なんじゃないかなと思っていて、あの、モバイル、電子ゲームを自 自分で作る。ゲーム機から自分で作るというのは、あなかなかおすすめですよと。まあまあ、そんな、えっ、ー、と、お話を今日はしてみました。さてさて、まあ、あの、今日は、今回は結構特別会という感じで、電子ゲームとイナジョブの話という感じではありました。もう時間結構少ないんで、小ネタの話を少しだけしておしまいにしようかなと思っています。あの、最近、あの、 なんだ、ロールモデルの話なんですけど、ロールモデルがいないみたいな話ね、トーク43とかでし,もしましたけれども、あとかね、あの、少し年上の人を人生のロールモデルにするみたいな話をしてたんですけど、最近ね、やっと子育て、あの、先が見えてきたというか、まあ、幼稚園ね、行き始めたりとかして、じゃあ次は小学校だな、みたいなことを考え始めて、そういう目でインターネットの中をうろうろ見てみたり、ポッドキャストを聞いてみたりすると、意外と、あの人小学生のお子さんいたんだ、とか、 中学生のお子さんを今、えー、育ててらっしゃるんだなら、みたいな、情報が、なんか気になるようになってきました。まあ、今ね、えー、あの、保育園から幼稚園に変わって、まだまだ、手がかかりますけれども、どうも小学校ぐらいになってくると、その手のかかり方に変化があるな、あるんじゃないだろうかと思っていて、というのも、その、意外とその IT エンジニアとか自分に近い境遇の人で、えー、インターネット上で活動されている人を、 で、子供がいるかいないかようわからんみたいな人の情報をよく見てみると、実は小学生の子供いましたみたいな方が、えっと、ちょいちょいいるなっていうことに気づいて、あ、そういう、なんか、そのぐらいアクティブに活動して、その子供の存在気づかれないぐらいに、えー、っと、その生活のバランスが変わってくるのかなと、えー、ちょっと、えー、っと、なんだろうな、見えなかったものが見えるようになった気がしていて、 あの、まあ、少し、その、年上の人を人生のロールモデルにする作戦の一環として、そろそろその、インターネットにいる小学生ぐらいの人、育ててる人をちょっとウォッチする活動をしてみたいな、なんて、えー、思っています。まあ、そうするとその、私がじゃあ、あとね、3年後とか4年後とかに、どんな風になってんのかな、っていうのがちょっとわかる、わかるんじゃないかな、と思っていて、それわかると、ま、あそれに向けて、ま、気、気の持ちようもあるし、その、なんか、その、 なんだろうね、どう、準備だったりとか、うんと、まあ、それに向けてお友達作りだったり、事前の活動みたいなとかできるんじゃないかなと思って、その、案外ね、その小学生のお子さんを持っているよっていう発信ってわざわざしないと、どうやらわから、わからないみたいで、ね、あの、幼稚園とか、保育園とかでね、育休取りましたとか、あの、 そのね、ちょっと時短勤務してますみたいな。まあ、小学校もね、時短勤務できますけど、あの、結構生活の大部分を子育てに取られてしまうんだけど、まあ、小学生でも多分取られるとは思うんだけど、あの、幼稚園とかの、えー、幼稚園、保育園の日ではない。 日ではない。幼稚園、保育園ほどたくさんは取られないようで、なんか自分のこともできるし、子供と一緒に遊ぶアクティビティも結構楽しめる。子供もちゃんとね、一人前になってくるので、なんかそういう時代が、なんか見えてきたぞっていう気持ちになって、それを迎えるにあたり、似たような境遇の人、ものづくりが好きで、 えっと、まあ、小学生のお子さんを持っているような人の情報を探したいなと思って、ちょっとどうやって探そうかな <laughs> と思ったりしているところです。なんかそういう人が集まっている場所とかご存知であればぜひぜひ教えてほしいなと思っています。まあ、そんな感じでちょっと最近小学生のお子さんを持つ IT エンジニアとかものづくり系の人が気になっているよというお話でした。 さて、最後に前回の振り返りのところね、簡単に話しましょうか。<laughs> えっと、え僕のロボット大旅行って絵本を紹介するえ、している中で、えっと、CAK さん、え、クさんっていうのかな。稲荘さんのアイコンに似ているって,て確かにと思って、この小さい頃に読んだこのロボット大旅行の映画ずっと私の頭に残っていて、私のアイコンを作るときに、その真相心理に働きかけたのだろうか、なんて思ったりしました。それから、あの、人のポッドキャストを出しにする話で、自分にラベルをつけて情報発信をする、うしない、みたいな話の中で、純木さん からその広げたたたいいいいいい時時期期と深めっってててううううのがありそそでですすねねううにコメントいただいてそうです、ね、私はちょうどね、まあ、深めたいっていう感じなのかな。まあ、その、えっ、ー、と、30代後半、ものづくりが好きで子育て中のエンジニアをやっていくぞという気持ちの私と、いやいや、自分にはラベルをつけずやっていきたいという時期の無人牧さんというところの話に、まあ、納得していただいたというか、どういただいたのかなと思っています。それから、えっ、ー、と、はるひさんから、えっ、ー、と、タイトルについてね、かつて面白かった絵本との再会っていうタイトルに前回したんだけど、この、かつて面白かったっていう言い方 あ、タイトルの付け方がどう,どうだろうこれはその幼い頃には面白かったけど今では面白くないニュアンスが出ているのではみたいなような話をされていて確かにいやタイトルって結構ね私あのまあ、こういうのはフィーリングが大事だと思うんでパッと頭に浮かんだ言葉でタイトル付けちゃうんだけどなんかその 思いのほか深読みされてしまったというか、深い意味がついてしまって <laughs> ああ、な、なんて思っていまして。まあ別に私としてはそんなに、ね、こだわりはなかったので、えっと、幼い頃読んで面白かった絵本でも、えっと、かつて面白かった絵本でもどっちでもいいなとは思ったんだけど、改めて言われて考えてみると、かつて面白かった。つまり今は、えっと、面白くない、ないのではっていう、匂わせる、そのかつて面白かったっていう言い方、 は何か匂わせ要素があるなと思って、え、いまして。まあ、でもその、匂わせるつもりはなかったんだけど、でも自分の心の中でまず言葉、言葉がポンって出てきたっていうところには何かもしかしたら意味があるかななんて思ったりもしていて、まあ、確かに今面白いかっていうと、まあ、絵本を面白いと感じるっていうその感性みたいなのは、子供の頃のものと今自分が思っているものっていうのは全然違っていて、今自分がその、かつて面白かった絵本を見ると、 えっと、ああ、面白かった絵本だなって、やっぱり自分の中で思ってると思うんですよ。だから、えっと、タイトルにかつて面白かったって書いていて、まあ、合ってると思います。合ってると思います。ただ、現状面白くないかって言っても、そこまでの、えっと、面白く、なんていうの、その、変化があったわけではないけど、あの時面白かった絵本だなって、えっと、思ってる。このなんか、ノスタルジーというか、そういう、その、で、しかもそれを今、娘に、えー、読んでいて、それを娘も面白いと思ってそうっていう、このなん、なんていうのかな。 あの、エモい感じがタイトルにしたくて、そういうタイトルにしたんだけど、という気持ちですね。はい。まあだから、間違ってないし、なんだろうな。こういうふうに、ポンと出てきちゃった、ちょっと標準とは違った言い回しみたいなところが、実は、自分の心をうまく表していることもあるし、またにチョイスを間違えてるっていうケースもあるんだけど、今回は、まあなんかそういう、ちょっと、その、自分の心の中で、単純に、えっと、面白い絵本ってわけじゃなくて、子供の頃面白かった絵本が、今、えー、 手元にあって、えっ、ー、と、面白かった絵本だなと思ってるっていう、こ、この体験が良かったっていうところで、わざとつけたのかななんて、いや、全然深く考えてなかったけど、そう、そういうふうなことなのではと、後から自分の、えっ、ー、と、行動というかを振り返ってみて思いましたという感じで、いやいや、面白い考察になりまして、え、コメントありがとうございます。こういうね、その、揚げ足取りみたいなコメントは、あの、大募集です。あの、本当に嫌だったら無視するんで、あの、どんどん書いてください。<laughs> まあ、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、まあ、前回の振り返りのコーナーでした。 さて、お届けしてきました。ひなジャブの試しに録音してみた略してため録、トーク52。えー、今回は、ちょっと特別な回ということで、電子工作入門におすすめは電子ゲーム機というところで、あまあ、私の電子工作の、特に電子ゲーム機に着目した、えっ、ー、と、歴史というか、まあ、こんな風に勉強してきたんだよっていう話とか、いや、電子、えー、ゲーム機っていうのは、入門、ソフトウェア、えっ、ー、と、開発に。 の経経験験がああるる人人プロググラミング経験がある人には結構おすすめの工作ネタだよみたいな話をしましまたいや、これ、今までと全然違うし、なんだろうね。オタク特有の早口会だと思うので、あの、なんだろう。いつもと違って、面白い、つまんない、みたいな人がいるかもしれませんが、まあまあ、それ、あの、汚い意見を書いていただければ。とか、自分も多分ね、皆さんもあると思うんですよね。あの、なんか、まあ、趣味にしろ、仕事にしろ、ずっと打ち込んできたもので、思えば、ここから始まり、 こういう経緯を経て、えっ、ー、と、今ここまで来てますみたいなことがあると思うんで、そういうのをね、ぜひ、なんか語ってほしいし、えっ、ー、と、自分の中で整理して、じゃあ次はどこに行こうみたいなことを考えるっていうのは結構面白いので、えー、この機会にぜひやって、えー、いただければなんて、そういう機会につながればなんてことを思いながら、えっ、ー、と、話してみました。はい。 このポッドキャストはこういうふうに私が毎週思ったことだったり、まあ、大体ね、あったこと作ったものみたいなことを紹介したくはあるんですが、何もないときはこういうふうに、自分の考えを深める時間として、えっ、ー、と、まあ、使わせてもらったりもしますけれども、興味のある方は、えー、購読していただければと思います。ディスコードサーバーだったりとか、あとは、えっ、ー、と、スクラップボックス、じゃないよ。えー、もう、もはやスクラップボックスじゃない、コセンスでしたっけコセンスの、えー、プロジェクト、井戸端でも、えっ、ー、と、専用のページを用意してコメントなんかを募集しております。あと、Google フォームからも、えっ、ー、と、コメント募集して おりますのでもし何かビビッときた人がいらっしゃいましたらフィードバックいただければと思いますそれでは今日はこのあたりでおしまいにしようと思いますお聞きいただきありがとうございました